メガネどこだ？あれ？メガネはどこだ？あ、これか。あれ、でもなんか視界が黄色いな。え、こっちやろ、メガネは。このメガネやろ、ワイのメガネは。タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はデラックス時空ドライバーを開封します。イエース。もう平成も残すところあとわずかですね。令和というね、新元号が発表されまして、はや2週間ほど経っておりますが、令和、いい響きですね。令和というのはですね、どういう意味か、まあ調べていただければわかると思うんですが、美しい、いいことが起きる。そして平和が訪れる。美しい、いいことが起きて平和が訪れるという意味が込められているそうです。というわけで、平成もね、素晴らしい年だったんでね、まあいろいろ災害とかありましたけどね、まあそんな、まあ大変な場所もあったりして苦労されている方もいると思うんですが、どうかね、元気を取り戻して頑張っていただきたいなと思ってます。みんなで乗り越えましょう。こちらに平成最後のライダー、仮面ライダージオウの変身ベルト、時空ドライバーを出します。いきます、せーの、じゃーん、出ました、デラックス時空ドライバーです。イエーイ、来ました、おめでとう。というわけで、はい、360度回して変身、ライダータイム。そして仮面ライダージオウ、このデザイン、最初見た時、この仮面ライダー見た時ね、僕ねびっくりしちゃいましたよ。本当にこれが仮面ライダーかと思って、平成もやっぱり本当に斬新なアイデアがすごいなと思いましたね。東映さんすごいです。はい、最高です、最高。デラックス時空ドライバーバンダイ。そしてここにはね、この箱にはね、20周年のマーク、歴代の平成ライダーの足跡がプリントされてます。1番仮面ライダージオウに変身、2番必殺技、3番、こちらでフォームチェンジができるってことですね。歴代のね、平成ライダーの力を使ってフォームチェンジするってことですね。はい、こちらはね、開けるのが楽しみでした。本当にこの仮面ライダージオウというのはね、本当にね、面白いですがね、歴代のライダーたちがね、変身して戦うことはね、序盤の方ではなかったんですが、最近の回ではね、歴代のライダー変身して戦ってますから、それもね、ぜひ見ていただきたい。そしてね、仮面ライダー需要関連で、ライダータイム、仮面ライダー龍騎のね、新作やってますけど、こちらはね、ぜひね、面白いんで見ていただきたい。本当にね、僕、ネタバレになっちゃうんであんま言いませんけど、もう本当に安心させられましたね。仮面ライダー龍騎をね、見て育ってきた人も、そうでない人も楽しめる内容になっていると思います。仮面ライダー龍騎のテレビシリーズを先に見てから、ライダータイム、仮面ライダー龍騎、ビデオパスで公開されている仮面ライダー龍騎を見ていただきたいなと思います。仮面ライダー龍騎テレビシリーズ後の、お話になってるんで、なんでこうなったのかなっていう部分もあるけども、その謎を含めぜひ見ていただきたいと思います。はいはい、横にはこちら仮面ライダージオウがね、ポージングがすごくね、かっこいいですよね。はい、歴代のライダーアギトからね、ジオウまで、平成ライダーといったらこの人、高岩誠二さんがやられてましたよね。はい、中で演じてました。スーツアクターの人ですね。スーツアクターの人がね、演じてました。はい、高岩誠二さんすごいですよね。あの人はね、身体能力が抜群。そしてここにね、時空ドライバーが乗ってます。はい、かっこいいですね。俺はなんかほんと神秘的なデザインですよね。なんかね、スケルトンっぽい感じもしますね、ここの部分がね。あとはね、仮面ライダージオウのね、話はね、するとね、ちょっとやっぱりタイムトラベルライダーってことで、デオウに近いかなと思ったんですが、ところがどっこい、本当にね、もう全然違う、本当にね、時間をね、時間旅行している感じになってて、本当に時間軸がすごく分かりやすいんですよね。考えすぎちゃうと難しいなっていう部分があるんですよね。でもね、やっぱりね、このね、仮面ライダー歴代のオリキャスが出てくるっていうのと、あとポイントとしてはね、本当にね、歴代のライダーたちの、その後のね、話がね、分かるっていうのがね、いいですよね。歴代ライダーたちが出るっていうだけでも、お祭り番組ですし、ジオウ自体がね、とても過酷な運命を背負ってるんですよね。とても複雑なストーリーなんですけど、そこがね、またね、魅了されますよね、本当にね。歴代の仮面ライダーをね、応援してた人たちは、本当に見ていただきたいっていう思いと、あとね、
そうでない方も楽しめる作品ではありますね。本当にね、このライダーってあこういう設定なんだみたいなね、あそういうことかみたいなことで、それでまた昔の作品を見ていただくっていうことでもいいですし、ぜひね平成ライダーっていうものはね満喫していただきたいと思います。本当個性のあるね平成ライダーたちいっぱい出てきたんで、本当にねこのね仮面ライダージオはね大間ジオにならないでほしいと思いますね。僕は本当に最高最善の魔王になってほしい、そう思ってます。ジオがすごくかっこいいですよね。そしてこちら下の方にもちゃんとねプリントされてて、でゲーマードライバーの時から変わったんですよね、もの仕様がね、箱の仕様が。デラックスゴーストドライバーまではこちら側にね前拍子だったんですが、ゲーマードライバーの時からもう こちら側にねプリントされるようになりました。このプリントはねやっぱりね、まあ、見やすいっちゃ見やすいですよね、うん、こっちの方が見やすいっちゃ見やすいかな。こちらの方がやっぱパッケージが大きく映りますよね。というわけで早速開けるのワク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 します。というわけで開けましょう。はい、こちらから開けていきます。ワクワクします。さあと、えいと、さあさあ来ましたよ。おお、はい来ました。さあ見てみましょう。この蓋を外すと時空ドライバー来ました。うわすごいすごいね。やっぱりいつもだから、やっぱりね本当にね新しい商品を開けるっていうのはねワクワクします、ワクワクしますね本当にね。いやーいいね。はい、こちら時空ドライバーです。はい、いやーいいね。このスケルトンデザインのね白基調としたねベースカラー、スケルトンの黒ですね。やっぱねスケルトンの黒に、あの奥にはね緑色のね部分があったりして、もうほんとねいやー最高ですよ。ほんと最高、最高としか言いようがないですよね。近未来的なね感じがしますよね。ここを押すと、あガチッとね、ここが今ここを押したんですけど、ここを押すことで回転するんですね。はい、こういう感じで回転します。はい、くるっと回転します。ライドウォッチ、いやー初めてデラックス版見たんですが、うわーすごいねこれね。仮面ライダーの顔になるんですよね、ここがね回転させるとね。はい、ここも回転できるっていうのがね、ギミックがもう本当にすごいね、本当ね最新式のギミックですよね本当にね。はい、ベルトですよ、左側です、左側のベルト。はい、もう最近のはねもうこういう形になって、本当にねここでねカチッと止められるようになってていいですよね。こういう形の方がいいですね、やっぱりね。と一回止めたら外せないっていうねベルトもあったんですけど、昔のはね。はい、最近のはねもう外せる式のベルトになってます、こういう形でカチカチ。続いて右側のベルトですね。はい、ベルト止めですね。はい、このね蜂の巣の模様があっていいですよね本当にね。なんかうん、こだわりを感じますね。デラックス玩具やはりね本当にチャチくないですよね。 CSM は大人向けじゃないですか、やっぱ子供向けでもね子供騙しじゃないなっていう感じがしますね。はい、ではねこちらのね、こちらの穴にね突起でね押して、そしてこちらを左方向に傾けますね。はい、よいしょ。はい、これで取れました。電池を3本入れます。はい、向きを間違えないように入れますよ。はい、よし。そしてこちらも2本目。はい、3本目いきます。よし、オッケー。さあというわけでこちらをね向きを合わせてこう右にひねりますね。右にひねるとカチッとはまりました。はい、左側のベルト止めました。はい、はい、右側もカチッとはめました。ベルト止めもしっかりはめて、このようにしてはめることできました。ここにねボタンがついてますね、ここにボタンがついてるんですね。はい、片手でいけるかなこれ、ちょっと、お、いけました。お、かっこいいね、仮面ライダーの顔になりました。はい、ちょっと戻してきます。いやーいいね、かっこいいね、このギミックがいい、面白いですよね。片手でねこうグリッ、ワクワクします。さあでは
まず、電源ボタンを入れてみましょう。はい、電源ボタンここにあります。はい、行きます。時空ドライバー。うわー、このディスプレイ表示がすごいっすよね。わあ、すごいな、これ。鮮やかなね、紫色でね、ライドウォッチをね、装着するんで、ライドウォッチをね、まず、認識ピン抜きます。はい、抜きました。さあ、こちら、まずね、ライドウォッチ自体ね、3回ね、ボタンを押してね、音声確認しましょう。まず、1回目は、はい、2回目。おー、いいっすね。かっこいいね。タイムマシーン。いいね、タイムマシーン。呼びましたよ。あ、ライドウォッチをね、左側のスロットに差し込みます。はい。はい、こんな感じで、大気音が鳴りまして、そして、ここをボタン押すとね、傾くんで、ここのボタン押すと傾くんで、そして回転。おー、かっこいいね。かっこいい。ライダータイムっていうのがこっちで、仮面ライダーチオーっていうのがここの、ライドウォッチから流れてきますね。はい、必殺技遊びやってみましょう。はい、フィニッシュタイム。そしてここのライドウォッチのボタン今押したんで、続いてね、こちらの本体の点面のボタンを押します。そうするとベルトが傾きますね。そしてここでベルトを360度回転。これで必殺技遊び完了です。はい。いやー、かっこいいね。近未来的な感じがしますね、やっぱりね。ゲイツライドウォッチを開けてみたいと思います。デラックスゲイツライドウォッチ。このゲイツのね、音声がね、すごい僕好きなんですよね。このゲイツ。ゲイツの音声は好きですね。はい。さあ、どんな感じか。おー、こんな感じか。おー、はいはい。結構重梱包で入ってますね。はい。黒っぽい赤って感じですね。はい。こちら、ゲイツ。ゲイツくん。では、ここの、はい、フォルム見てみましょうか。はい、こんな感じで。なんだろうな、この機械的な感じもしますよね。さあ、じゃあ認識ピンを抜いてみましょう。はい。認識ピン抜きました。というわけで、一回押してみましょう。おー、いいね。ライドウォッチで戦う未来のライダーはゲイツ。ゲイツ、来ました。タイムマシーン。こんな感じでゲイツの顔になりますね。はい。仮面ライダーのライダーっていう字がひらがなになってます。はい、カタカナではなく。さあ、ゲイツのね、変身を確認していきましょう。はい。まあ、これも耳馴染みのあるね、変身音なんですけど、遊ぶのワクワク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 します。こちら、はい。ゲイツライドウォッチ。差し込んで、こちらで遊びます。はい、行きます。おー、すごい。かっこいいね。わ、この音いいね。で、ここの点目のボタンを押しました、今。そして、回転させます。お、
おー、ちょっとぶつかっちゃったけど危ないね、これ回転させなきゃいけないからね、やっぱ危ないっすよね、これね気をつけないとね、ここの机の部分ぶつかっちゃってね、おもちゃを傷つけてしまう可能性ありますね。これは気をつけないといけないですね。はい、というわけで一通り遊びました。本当にね、かっこいい玩具ですね。本当にね、もう液晶の部分がね、本当ね、かっこよくて、本当新しい最新式のおもちゃって感じしますね。楽しいです、本当に遊んでて。いやー、いいね、これは面白いっすよ、本当に。はい、この気合の入った音声がね、本当にね、20周年っていう節目の年で、本当に平成ライダー20周年記念ってことでね、しかも平成の終わりにねふさわしい作品ですよね、本当にね。はい、このジオーっていう作品はね、仮面ライダージオー、ぜひね絶賛放送中なんでね、見てください。はい、まあ、見てる人は大半多いと思いますが、見てない方はチェックしてみてください。仮面ライダージオー、この時空ドライバーが活躍しますからね。このなんかね、スケルトンのね部分がね、もうゴーストドライバーを思い出させるような感じがしますね。この動画が良かったよという人はね、チャンネル登録、評価、コメントお待ちしております。というわけで次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。